外枠発想に変わって収まります。スタートしました。外4番ダノンザキッド好スタートを切っていますが、5番のレイパパレも好ラッシュ、外目から8番キングオブコージ、キングオブコージと内から1番レッドベルオーブ2頭、内から1番レッドベルオーブ今日も逃げていきました。向こう上面リードを2馬身3馬身と広げていきます。8番キングオブコージが2番手、1馬身後ろ3番手に5番レイパパレです。4番手外目4番ダノンザキッド、このうちに3番サリオス並んでいっています。間からは6番ポタジェ1段になりました。中段固まっての追走です。3、4馬身がいて7番キングストーンボーイ、2番ノースブリッジ後方寄りに控えています。3、4馬身がいて後ろから2投目、9番ジャスティンカフェ、最後方10番ハッピーアワーとなっています。3コーナーのカーブへと各馬が入っていきました。1番レッドベルオーブ先頭、リードを1馬身ぐらい取っての逃げです。3、4コーナー中間、5番のレイパパレが2番手、残り800、 1000m 57秒8でいっています。3番手外にダノンザキッド、インに入ってキングオブコージ、2頭の間にポタジェ、先段徐々に固まります。この後ろからは7番キングストーンボーイ、中段馬群の後ろ3番のサリオス、4コーナーをカーブして直線コースへと向かいます。1番レッドベルオーブ先頭ですが、外からレイパパレが並びに行く、残り400を切りました。2頭の外に持ちていったダノンザキッド、前の争いに加わってくる、その後ろからポタジェ、中段馬群の中サリオス伸び足どうか、外から一気に9番のジャスティンカフェも後方から追い込んでくる、残り200を切って前は広がる、外から9番のジャスティンカフェが伸びてくる、ダノンザキッド、最内5番レイパパレ間を狙って3番のサリオスも伸びてくる、3番のサリオス一気に突き抜けた、ゴール。2着9番ジャスティンカフェ、3着に4番ダノンザキッドです。